皆さんこんにちは、本日は石橋楽器ですね、池袋店ご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日はですねこちらドラムフロアにてですね、見てください、こちら左手にあるドラムセットを見てください。2009年の春、つまり今年の春にですね発売したばかりの新アブソルートシリーズのですねご紹介をしにやってまいりました。その他にもですね、騒乱会と題しましてスネアのですね、ドラムのこととかですね一般的に、ご質問ある方はですねそちらにですね、そちらのコーナー見てですねご相談乗ってまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。よろしかったら前の方に、はい、ありがとうございます。では早速ですねこちらのアブソルートの説明ご紹介に行きたいところなんですが、いきなりですねこのドラムのスペックをご紹介してもですねクエスチョンマークが出る方がいらっしゃると思いますので、まずは簡単に、ドラムの選び方などですね、ドラムに関するですね知識をですね皆さんにご紹介していきたいと思います。皆さん店内の方を見ていただけるといろいろあるのは分かりますかね。サイズが異なる、ドラムがいくつも置いてあるんですが、各メーカーそしてヤマハの中にも、相当種類が置いてあります。よろしかったらカタログの方を差し上げてください。はい、カタログの方を見ていただければですね、いろんな、色のそしていろんなサイズのですねドラムが、見えると思います。まずですねドラムの選び方をご紹介していきたいと思うんですけども、ドラムはどんな風に作られているのか、どこを見ては音に関するのかというのをですね紹介すると、まず一つ目がですねもうルックスです。カラーです。もうカラーで選んでいただくこともできます。そして二つ目なんですが、ドラム自体の作りってですね、作り方、シェルの部分ですね、どんな風に作られているのかっていう、それが分からない方がいらっしゃると思いますので簡単にご説明していきたいと思います。この形成されるにあたってこちらの、フロアカムで見てみましょうかね。まずですね板があります。 木をですね薄く削って、これを何枚か重ねてですね丸くすることによってこういったドラムができるんです。はい、それをですね今日は特別に工場から持ってきたものなんですね。はい、1枚の板を何枚か重ねてですねこういうふうに形成するんですね。それにアクセサリーを、こういったフープですね、フープという輪郭を作る部分と、そしてネジ、そしてスネアに大事なですねスナッピーというアクセサリーをつけて初めて音が出るようになります。まずですねこの形成にあたって何が、違うかというと、もちろん作り方も違うんですが木の材質がいろいろ変わってきます。木の材質、木の種類ですね。だいたいドラマーが初めて、知る材質っていうのが大体の2種類ですね。もうそれ以上もあるんですけど、だいたいですねメイプルっていう材質とバーチという、聞いたことありますか？ないですね。はい、この大体2種類をメープル、バーチと覚えていただければですね、その音の違いっていうのが、出てきます。そのまず違うっていうのがカラーも違ければシェル、この材質を変えることによって音が違ってくるということですね。まずその紹介しましょうかね。メープルという材質は明るくて硬い音っていうのが特徴なんですね。ちょっと叩いてみましょうかね。はい、こちらがですね、新しく出た新アブソリュートシリーズの、バーチシリーズですね。バーチという材質になります。そしてこちらもはメープルですかね。はい、こちらがメープルという材質になりますね。簡単に、言葉で表しますと、こちらが明るくて硬くなります。そしてこちらは中音域、メープルに比べて、白いシェルに比べてちょっとまとまった感じになりますので、ちょっと聞いてください。明るく聞こえると思うんですね。
ただちょっとまとまる、まあ、微妙な差なんですが、叩き手によって、そしてアンサンブル人によってはすごくこれはすごく大きい影響になりますので、そのチョイスをですね、これから皆さんにしていただければなと思います。そして、こういうふうに木を作ってですね、メープルとバーチが大きく出るようにですね、それ以上にもっと出るのがですね、サイズになります。サイズです。深さと口径と深さがあるんですけども、もう見ていただける通り、厚いのから細いの、何が違うかというと簡単です。トンネルの長さと比例しますね。トンネルが長いと声の反響が多いように、短いと声の反響、その減衰が早いわけですね。なのでちょっとやってみましょうか。はい、今日お持ちしたのはこちらヤマハの人気シリーズのデビッド・ガルバレリーっていう方のモデルのスネアなんですけども、もう一目瞭然ですよね。サイズが短い。じゃあもう一度この音を聞いていただきましょう。はい、こんだけサイズによって音の減衰が違うわけですね。こちらの方が洞窟的には長いので、響きが短いので、すごく音のレスポンスが、反応が早い。はい、これがまた小さくなるとまた音が変わってきます。この口径が変わるとまた音がまとまったりとかですね。そちらの方はですね、ぜひこの会が終わった後に地層会が設けてますので、そちらでぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、そしてですね、アブソリュートに行きたい、消化に行きたいんですけども、もう一つ、はい、こちらのフープつけてる、スネアにつけてるアクセサリーがだんだん違ってきます。見てくださいね、こちらのものとこちらのもの、フープの厚さ、この金属の部分の厚さが違うの分かりますか。こちらの厚いんですね、これでも音がすごく変わってきます。厚い方が金属成分の感應という高音成分が増します。まあ、物理的に見ればもう分かってしまうんですね。こういうふうな差が出てきたり、スナッピーといって、この種類でも音が変わってきます。これが太いとジャラジャラっていう音が激しくなったりするわけですね。もう見れば大体わかるので、叩かなくても見るだけで色とともにですね、ああこれはメープルなのか、これは明るくて硬い音が特徴なんだなというふうにですね、いろんな自分の好きな音をですね、確認することができます。そして実際試奏していただくという、そういう順番の慣れの方が自分のですね、ドラムライフにすごく役立てると思います。